ウ山ヤマ村立ウブ学園は、熊本県阿蘇郡ウ山村山賀にある公立の義務教育学校。ウ山村では、当村で教育を受けてよかったと実感できる教育を想像している。2004年4月より、熊本県下に先陰手に学期制を導入し、2007年4月より、村内の小学校2校が統合され、中学校と併設された。 2007年4月から2009年3月まで構造改革特区を受け、小中一貫教育を施行した。2009年4月より、当校は文部科学省承認教育課程特例校として、小中一貫教育を推進しつつあり、2018年義務教育学校へ移行した。2007年、宇部山村立宇部山小中学校は、小中一貫教育特区を受けて、 産山村立産山小学校と産山村立山山中学校との施設併設が体育館校として設立された2018年義務教育学校へ移行産山村で教育を受けてよかったと実感できる教育の創造さん山中学校で実施さ山中学校で実施さん,山施さん山村の村おこしの一環として太陽国の中学校と登校の 交換留学生による国際交流が行われ、日ご体交流と呼ばれる。その名称の由来は、日ごと、太陽国、そして産山村の村花である日ご体にちなんだものである。1988年7月に協定書を締結して以来、毎年交流が続けられている。当校の派遣生は、姉妹校である、大国のカセサート大学附属中学校に派遣され、 夏休み中に3週間帯でホームステイをして文化交流や国際理解のための活動を行っている。そして10月にはタイからの派遣生を迎え、ウブヤマ村にホームステイをして日本の生活を体験する。2004年にはこの交流が高く評価され、第35回白報賞及び文部科学大臣、奨励賞を受賞した。当校の特色4月からウブヤマ小中学校は、 産山学園になります生徒会活動、ありがとうございます。